皆さんこんにちは。こんにちは。1月も間もなく終わろうとしているんですけれども、そうですね、今日はなんと午前中から少しずつ雪、はい、雪が降ってます。なんかこう暖かい部屋から見る雪は風情があっていいですね。そうですね、まあ、そこまで止まってくれればいいんですけどね。本当ちょっとね、あの底冷えする一日ですね、うん、そうですね。で今日はもう雪という予報が出てたんでね、はい、午前中に買い物も済ませて、はい、もう午後は一歩も外出ない、はい、で車の方もね、ワイパー上げてきたんですよね、はい、強さんね、はい、折れないようにね、はいはい、そんな感じでね、うん、ちょっと本当に底冷えする一日ですよ ね、はい、ですね。でもこれを過ぎてね、うん、あと、10日もないですか、ないですね、立春までね、はい、だから本当もう立春がもうすぐそこまで来ててね、これを乗り越えれば暦の上では春ということで、ね、それは5時過ぎてからだいぶ明るくなりましたよね。なりました。それまでもう4時半、うん、ね、あの12月の4時半でも真っ暗だったの、今5時過ぎても明るくなってきましたからね、はい、なりました。なんか気持ちがこう、ね、なんかこう、なんていうか、やっぱ明るくなるっていうか、ね、違いますよね。嬉しいですね、うん、日差しもね、少しずつこう春の日差しっていうものをね、うん、感じるようになりましたよね。そうなんです、ね、あのこう団地なんで、ちょうど全部ベランダが南向きなんですよね、はい、で、こうちょっとベランダに出るとやっぱ日差しになんとなくね、はい、春を感じるようになってきました、はい、こうやって少しずつまた暖かい日があって、うん、また寒い日があってって言いつつもね、はい、こう暖かくなっていくんでしょうね。そうですよね。ね、なんかそう思うと楽しみですね。そうですね。ワクワクします。はい。はい、ということで、はい、今回のご紹介は何でしょうか。はい、今回3点ございまして、はい、まずはそのマリメッコの布で作りました、ポーチと、はい、前回ね、あのピンクバージョンをご紹介したんですけれども、はい、今回は赤バージョンと、はい、そのポーチのご紹介と、はい、あとマリメッコの古着ですね、はい、で、あと北欧の生地と、はい、はい、感じでしょうかね、はい、はい、じゃあね、あのもう早速ご、はい、紹介に入りましょうか。そうですね、はい、はい、ということで、今回は赤のポーチをご紹介させていただきたいと思います。赤のパターンを、ね、はい、選んで集めて、はい、選んで、あのこちら全部ね、一つ一つが手作りになります、はい、貴重なあのヴィンテージのね、うん、生地を組み合わせて作ってみました。で、あの今の季節ね、手袋したままでも開けやすいように、うんうん、ファスナーのところにそうですねつけてみました、ね、これ嬉しいですよね。嬉しいですね。この持ちだけだとすっごくね、滑っちゃいますけれども、はい、この布のまたここも手縫いのね、はい、ミシンで縫っていて、はい、いいですね、これ ね、うん、かわいいですね。かわいいですね。ちょっとあの鍵入れたりとかね、うん、あの小物入れたりにいいと思います、はいはい、こちらはね、全部で、はい、坂根奈さんが10点作ってくれ、ね、くださいました、はい、で、あの全部あのブログの方にもこの写真の紹介しておりますのでね、はい、そちらの方から柄入りの方を確認していただけたらと思います。はい、こんな希少なものを使ってるんですねっていう感じ、ね、感じですね。嬉しいですね。嬉しいです。はい、はい、はい、こちらですね。ちょっとこんな感じでしょうかね。はい、はい、という形で、手作りポーチをご紹介です。はい、次は、はい、マリメッコの古着、はい、はい、ご紹介いたします、はい、まだまだね、あの寒いかったりしますのでね、はい、あのちょっと羽織るのいいですよね、ジャケットもございますし、ね、ございますし、シャツ、ヨカっぽいか、はい、ヨカっぽいかではない、またねちょっとスタイリッシュなシャツと、あと可愛いヴィンテージのシャツもありますかね、はい、色もね、もう春っていう感じのものをね、はい、はい、選ばせていただきました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。